はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、家系会武蔵屋さんシリーズということで、日吉にございます武蔵屋さんに向かっております。日吉の武蔵屋さんはね、結構スープがフレッシュで、かつコクのあるうまいスープが特徴ということで、かなりね、写真見る限りもめちゃくちゃうまそうなんで楽しみにしてたんですけれども、今ね、ちょうど僕のこの後ろに見えてるのが日吉の武蔵屋さんでして、今日の撮影はね、14時をね予定しててもうすぐなんだけど、2時前よ。なのに今外待ちしてるぐらい行列ですから、まあ人気店なのもね伺えますんで、早速ですね、こちらの日吉の武蔵屋さんで美味しいラーメン、家系ラーメンですね、食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、すでにね注文は完了しておりますが、まあちょっとね営業中ではありますので、小声で話していきたいと思います。でもちろんですね、本日も通常のラーメンの後に、まあ、特製だったりとかでプラストッピングをしたね2杯目のラーメン、計2杯とライスもちろん無料ですので、注文してね一緒に食べていこうと思います。でもマジでね、今時間が14時を過ぎてるんだけど、さっき言ったようにね、店内待ちだけではなくてですね、外待ちもしてるぐらいもう本当に人気店でして、近くにね大学もあるので、大学生のねお客様も結構多いみたいなんですけど、やっぱりねこういった地元に愛されるようなラーメン屋さんって、なんか声だけでねちょっと嬉しくなりますよね。ということで、ただいまですね、一杯目のこちら通常の並ラーメンですね、到着いたしました。スープキレッキレなのか、もうね飲まなくても分かるぐらい美しいスープでございます。そしたらですね、こちらも早速いただきたいと思います。まずはこちらのスープですね、めちゃくちゃうまそう。まずすいませんね、お席助かりました。うわ、うまっ。醤油のいい香りとこれ豚骨感、そこにかかるね醤油のキレっていうのかな、これがねめちゃくちゃうまいですね。そしたら続いてですね、こちらの麺いきましょう。めちゃくちゃうまそう、うん、これはうまいわ絶対。うまっ。ちょっと待って、めっちゃうまいわ。もちろんね武蔵屋さんなんで濃厚さもあるんだけど、それよりもねこの油感とか醤油感の味のキレ、後味が良すぎるわ。そしたら恒例のライスと麺でいかせていただきます。うわ、うまっ。いらっしゃーい。これだ、この味だ。うん、うわ、うまっ。お水用意してご案内して大丈夫だよ。そしたらこの辺りですね、この海苔とチャーシューで、これちょっといっちゃいましょう。マギ、マギ、カーテル、カーテル。チャーシューもさ、もちろん柔らかい溶けるようなお肉なんだけど、そこにね、ちょっとトントロのようなサクッとした食感も加わってて、これめちゃくちゃうまい。皆さんにもちょっとお腹に余裕があればね、チャーシュー増ししてほしいね。すいません、おかわりお願いします。はい、ごめんなさい。大中小どうします？中で、はい。思わずですね、おかわりいっちゃいました。一杯じゃ足んないです。もうこれは海苔、チャーシュー、最後ほうれん草、全部巻きに行くしかないな、贅沢に。
はい、どうぞ。うーん、どうもすいません、綺麗にやるぞ。どうも、いらっしゃい、どうも。おはようございます。最後はね、これ味玉と最後残りのライスでね、ちょっとマジでうまいわ。あのね、この日吉さんのラーメンすげえ好きだわ。ちょっとね、このまんまの勢いで2杯目も注文していきたいと思います。ということで本日ですね、2杯目いただくラーメンが到着いたしました。こちらですね、2杯目が特別ラーメンということで、いわゆるね、他店でいう特製ラーメンでございますね。海苔、キャベツ、ほうれん草を混ぜていただきました。こちらもですね、早速出来立てをいただきます。もうちょっとこの覆い尽くされすぎて画面がいっぱいなので、海苔からいきましょう。これ海苔とか浸したキャベツ、これでご飯っすよ。どうもすいません、助かりました。まあ、キャベツの甘みがさ、家系のスープにめちゃくちゃ合うね。上にね、乗せとけばいい。上に乗せとけば。片目から出来上がります。うまっ。片目濃いね、少なめ。ネギ玉。いやー、このラーメンダメだな、すげえストライク。2杯目でこんだけ食べてるのに全然箸が止まらないでね、ご飯の減るスピードもこれで全然減速しないから、一瞬でこのライス何目だったらなくなっちゃいますね。すいません、また台で次お願いします。すいません、もう次はですね、こちら台でライスをお借りしました。さすがにこんだけお米あれば最後まで足りるでしょう。こんだけうまいうまいって言ってるけど、撮影現在ね、2023年の1月ではこのラーメンが並盛りであればね、650円だからね、考えられないクオリティですわ。すごすぎる。じゃあこの辺りで僕のこれ一番大好きなさ、これ海苔を浸して、でほうれん草もこれスープグッと浸しまして、海苔ほうれん草とこれ麺でね、いっちゃいましょう。結局ね、これが一番好きなんよ。いいよ。お、頼むよ。
そしたらこちらね、本日で最後の味玉でございますね。もうさ、これよ、この半熟がやばくないですか。またね、このトロトロの黄身が合うんですよ。4勝2以外よいしょ。うん、うまかった。はい、ということで、ただいまですね、武蔵屋日吉店さんで食べてまいりました。早速ですけれども、本日の総評まいりましょう。武蔵屋日吉店さん、油が多めの 1.5、 返しも強めの 1.5 で、最後のスープなんですけれども、こちらはね、もうグラフのど真ん中でございます。いやね、今回の日吉店さんのラーメン、まず一口目にすぐね、このチー油の甘くていい香りが香った後に醤油がドンと突き抜けるようなスープになってまして、でもね、しっかりともちろん濃厚さもあるんだけれども、フレッシュさっていうのかな、材料を抜いて継ぎ足して抜いて継ぎ足してと、こういった作業をね、しっかりとやられてるような、出汁っぽさもあるんだけど、ちゃんとしたこの旨味の濃度もあるというスープになってまして、武蔵屋さんとしてのこの美味しさ、そういった部分をしっかりと残しつつもですね、出汁の旨味が香るような最高のラーメンでございました。いろいろね、武蔵屋さんでも僕も食べていて、どの店舗もね、本当に美味しいと思うんですけども、個人的にはかなり好みの一杯でございました。常にですね、もう2時3時過ぎても学生がもう止まることなく訪れておりまして、本当にね、まあ人気店だなと感じましたので、ぜひね、皆様もこの美味しい武蔵屋日吉店さんのラーメン食べてみてください。いや、ちょっとこれが並盛り650円はマジで信じらんないわ。僕も子供の頃にああいったラーメン屋さんが近くにあって、あの味がね、思い出の味だったら最高だと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも、ちょっとずつですけど、活動しておりますので、そちらは合わせてですね、概要欄からチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。こちら、武蔵屋さんシリーズ、今回でですね、一応ストックしてある撮影動画は、これが最後でございます。僕もですね、この企画大好き。もう本当に家系が大好きなのでね、お仕事の企画としていけるのが幸せでございまして、引き続きですね、武蔵屋さんの店舗の方はまだまだございますので、新規店舗を開拓していきたいと思います。そしたらこの辺りで本日の米編コーナー参りましょう。まず一つ目のコメントはこちら。前回ね、公開させていただきました、妻と食うシリーズ最新作のですね、業務スーパー編ということで、結局ね、また、マカロニ納豆が一番美味しかったなという結果になってしまいました。本当にね、いろんなメニュー食べまして、どのメニューももちろん美味しかったんだけれども、やっぱりね、あのコラボした商品の感動を超えることがなかったんだよね。もうね、あれは我が家でも普段でもね、食べるぐらい好きな一商品となっておりますので、ぜひね、皆様も試してほしいんですけれども、さすがにちょっと次回、業務スーパーの動画を撮る際にはもうね、殿堂入りしようかなとは思ってますんで、またね、新たな僕らの1位を見つけたいと思います。そしたら続いて2つ目のコメント、これね、買いすぎちゃうというこの気持ち、めちゃくちゃ僕らもわかります。家からね、そんなに近いわけではなくて、うちから業務スーパー行くときは車でね、行くので、なかなか行く機会がない分ね、こう見たことのない商品とか食べてみたい商品とか結構ね、買いすぎちゃうんですよね。しかも冷凍商品とかも多いから、冷凍してね、取っとけるしと思ってガンガン買っちゃうんですけど、やっぱりね、結局家に帰ってきて冷蔵庫整理するときに毎回後悔しますね。もちろん業務スーパーだけではなくて、このコストコとか、まあそういったなんか大量買いをする前提のね、お買い物先に行くときにはちょっとね、後悔しがちですので、我が家もですね、ちょっと気をつけたいと思います。ほんと最近マジで太りすぎてきたので、ちょっとね、ダイエットも含めて家で食べすぎないようにね、この買いだめ、買いすぎ、ちょっと気をつけてね、僕らも生活したいと思います。
で前回の動画の方にはですね、皆さんの結構いろんな業務スーパーさんではこういった商品買ってくださいみたいなおすすめをいただいたんだけれども、かなりね件数が多かったので、ちょっとね参考にさせていただいて、次回ね気になる商品も買ってみたいと思います。ぜひぜひですね、まだまだ僕らの知らないこの業務スーパーさんのおすすめ商品たくさんあると思いますので、皆さんが知る我が家はこれを絶対に買うんだよという、そういったねおすすめ商品どんどん前回の動画の方のコメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということで本日は終わり。